男性ばっかりねやってるよりあの今いいんじゃない？あ、なるほど。うん、綺麗なお嬢さんがいると華やかになりますよね。だから今あの藤井聡太さんのあのなんだっけ将棋、はい、将棋も今すごく盛んになってるけど、おじさんのものだったけど今ほら若い女性がやってるじゃない、はい、だからいいですよね。そうですね。そうそう、だからこう指導者の人がね男性だけ来るよりも男性とあの若い女性と来るとすごく華やかでいいみたい。確かに着物着てもやったりするから、まあまあ、でも年代的にね、うん、やっぱこう仕事よりも、うん、こう恋愛をこう考えないと、まあ、いけない、ね、うん、年代でもありますよね。そうそう、だからあの、うん、ところでこの生年月日の方との相性はどうですかね、うんうん、お付き合いしてどのくらいなの？まあその1ヶ月ぐらいは、1ヶ月も経ってない間にちょっといろいろあったんですけど、うんうんうん、まあ、一応ちょっと見てみようかなと思って。あの落ち着かない人ですよ。落ち着かない、いろんなことがね、はい、あ、合ってないってことですか？もうちょっと落ち着いた人がいいでしょうね。あ、うん、どんな性格の人なんですか？優しい感じだけど、この方はいろんなこと、いらっしゃいませどうぞ。いろんな子、いろんなことを、あ、いらっしゃいませ、しばらくお茶飲んでちょっと待ってらっしゃい。いろんなことをねしたくなるから、はい、ちょっと落ち着かないですよ。あ、うんうん、いろんなことっていうのは次から次といろんなことをこの人の周りで起きてくるから、あ、うん、落ち着かないお嬢さんも。ああ、なるほど、うん、だからちょっとの間いろんなことあったんでしょ。まあ、確かに、うん、そうですね。安定してない人だから、うん、不安定ってことですか？そうそうそう、心が、そう、あのほら生活も不安定だし収入も不安定なの。ああ、そうなの、うん、お仕事柄もあるしね、はい、うん、なるほど、うん、私って、うん、いつ結婚できるのかな。うん、まあまあ3年か5年の間に結婚なさるんじゃない。3年後から5年後3年から5年の間、今から、ああ、今から5年以内ってことかな。そうですね、なるほど。来年とかって、まあ電撃的じゃないことはないけれど、まあ、相手をじっくり見た方がいいですよね。まあ確かに、うん、やっぱり結婚となるとね、あの安定しないとダメですからね、うん、あの経済がね、まあ、お金のね、うん、問題ってことかな。そうそうそう、うん、なるほど、うん、仕事はどうですか今年とか来年。ちょっと見せていただいて、はい、ああ、でもあの今年の終わりから来年いいんじゃない。ん、今年の終わりから来年はいいんじゃない。本当ですか、うん、終わりってことはもうそろそろ。そうですね、うん、今少し暑かったから、はい、今まで暑くてね大変だったけど、はい、うんうんうん、これからいいんじゃない。これから、うん、少し上がり調子になると思いますね。本当ですか、うん、恋愛はどうですか今年から来年は。うん、恋愛もこれからね新しい人が来ると思いますよ、ね、え、新しい人、ええ、この方じゃなくて新しい人が現れると思いますね。本当ですか。ええ、そうなんだ。ええ、それはちなみにいつぐらい、え、いつぐらいなんですかそれ。うん、まあ、あの今年の終わりから来年恋愛来ると思いますね。本当ですか、ええに来る。それは どういう感じで出会って、どこかで知り合ってね、はい、いいなと思うんだけど、それは交際になるんですか。うん、お嬢さんある程度いいと思いますから、交際するかどうかはねゆっくり決めればいいんじゃない、はい、なるほど、うん、まあでもそれはちょっとないかな。でも先のことは誰にも分からないよ。まあ確かに、うん、まあ、それは言えてます。本当そうですね、うん、未来は分かんないから。そうそうそう、本当に
そんなこと言ってあれだけど、まあ、ね、確かに、うん、そう、総理大臣だってね、はい、あの亡くなっちゃいましたしね、まあ、あれは予期しなかったしね、あれも予期しない、でも政治家っていうのはそういう危険性あることは事実ですよね、そうですね、うん、たくさん死んでますからね、なんかあの、うん、南海トラフもなるって、うんうん、なんかそれは違うみたいね、なんかね、よくわからないけど違うんですかね、うん、違うみたいです、うん、地震来ないかな、うん、ずっともう30年前かそれを言ってるけどまだ来てないですよね、はい、うん、なるほど、うん、あら、あの予期しないことが、ね、いろいろ起こりますからね、はい、でも 悪いことじゃなくて悪かしいいことが起こるんじゃない、うん、全部いいわけじゃないけれど、はい、なるほど、なんかアドバイスありますか、私に、そうですね、いろんな新しい方とねお話をとりあえずしてみるってことでしょ、お付き合いするとかじゃなくて、あ、交流を深める、いろんな人とアクティブに、そうですね、いろんな人と会って話をして、あ、それ確かに、お付き合いするとかそういうんじゃなくてね、やっぱりこうあの考え方広がりますからね、うん、確かに確かに、いろんなこと分かってきますからね、うん、それは仕事でも、そうです、ね、まあ、恋愛でも全体的にってことですね、相手を見抜くね、見抜く力をね、うん、養わないといけないですね、そうですね、うん、確かに、あと私今日の格好はどうですかね、前、そう素敵、あのいいですか、あのとっても今ちょうど合ってますよね、あ、前回暗い格好して、そう、もっと華やか、もっと明るいね、そうそうそう、もっとこれからあの冬になるからみんな地味になっちゃうから、はい、真っ赤でもいいし、はい、黄色でもいいし、原色がいいんじゃない、こういう、あ、原色系の、こういう赤いと、あ、オレンジとか黄色とか、うんうん、あのこういう綺麗な緑でもいいし、うん、緑が綺麗ですね今ね、そうですね、綺麗な緑が、緑はこう、そこのあのロンシャンが綺麗な緑塗ってもすぐそこ出た角のところに、はいはいはい、うん、ああいう緑のものがいいんじゃない、セーターとか、あー、うん、ーター、緑色のセーター、緑色がいいですね、うん、なるほど、うん、なるほど、うん、明るい格好で、そうですね、うん、パッと目に立つお仕事柄ね、わかりました、うん、あ、食べ物とか、食べ物はやっぱりあの果物が今ね美味しいですからね、あ、果物、果物新鮮なね、うん、果物がいいですね、みかんとか、あ、みかん、リンゴとかね、うん、なるほど、牡蠣とか、はい、ビタミン C がいいんじゃない、肌に、肌にいいから、そうですね、ビタミン C はね、うん、毎日取ってますから、そうか、あとはお野菜ですよね、はい、新鮮なね、日本産の、大きなスーパーだとほら中国産入ってないですから、うんうんうん、みんな日本産ですからね、なんか前になんか、うん、食べさせてもらいましたよ、あ、そう、はい、うん、なんか果物のなんか干したやつを、あ、そうか、プラムね、あ、プラムですね、プラム、美味しかった、あれお腹にね、うん、いいんですよ、うんうん、ヨーグルトで一緒に食べるといい、あー、なるほど、ヨーグルトの中に食べると、うん、あ、そう、柔らかくなってヨーグルトが甘くなるから、プレーンヨーグルトだと、あー、なるほど、それであのすごく3個1日3個ぐらい食べるとお腹にすごくきますね、あ、なるほど、あのそのプルーンが、あの色は濃いでしょ、プラムだから、そうです、あれが目にいいんですよね、うんうんうん、視力にいいんですよ、うん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 、視力にいいんだ、あ、目にあの色の濃いね、果物が 目をあの目をなんか目に力がつきますね、うん、なるほど、あなたほらずっとあのいろいろ見てるから、あのあのスマホとか見てるから、あ、スマホ、目が疲れるんじゃない、確かにそうですね、うん、あと卵ですね、うん、卵よく煮て召し上がったり、今年あの恋愛は、うん、私も終わりですから、終わりから来年ですね、終わりから来年で、うん、そうそう、で仕事も一緒、仕事も悪くないですね、少しずつ上がり調子ですね、上り調子、恋愛と仕事どっちの方が頑張ったらいいですか、両方頑張ったり、ちょっとあの不器用で、うん、でもみんなそうやってね、あの結婚したら仕事と家庭と両方やってるわけだから、はい、でもやっぱどっちかをやっぱり選ばないといけない職業的なところもあって、うん、そうでもないよ、だってタレントさんでもね一生懸命仕事しながら恋愛もしてるでしょ、だからいいんですよ、
まあ、でもその理解、忙しいのを理解してくれる方と方とお付き合いしないとね。まあ確かに、うん、でも正直な話、うん、どっちの方頑張った方がいいかっていう、両方頑張った方がいい、両方うまくいってる時ってね、いい方現れるんですよ。なるほど、うん、まあ、次の方ちょっと待ってらっしゃる。すいません、もうちょっとで、じゃあうんうん、下に、うん、看板で、はい、恋愛運をアップさせてくれる、パワーをいただきたくて。じゃあいつもね、いつものいいですか。握手するといいんだけど、今コロナだから握手すると、はい、ほらコロナ移っちゃうから、はい、これですよね、はい、これでもいいし、はい、じゃあちょっといいですか。そうこれですね、はいはいはい、これね、はいはい、これでね、はい、これでありがとうございます。ありがとうございました。すみません、ありがとうございます。あ、袋あげましょうか、いいの。あります、あります。紙袋あげますよ、よかったら。あ、いいです、よかった。赤い瓶袋あるよ、瓶袋もあるよ。あ、でも大丈夫ですよ、うん、この赤いリボンもいいですか、うんうん、赤いリボンを結ぶと幸福になれるっていう、はい、そうそう、これもいい方って巡り合いますよ。これもちょっといいですか。そうですね、はい、はい、じゃあ全てでお値段は、3000円です。ありがとうございます。領収書ってもらいましたっけ、入れといていただいた。ありがとうございます。じゃあ3000円から。ありがとうございます。はい。はい、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこの、いいですか？はいはい。お茶入れて。あ、はい。あとこの リボンも。あ、リボン。あ、ごめん、どう取ってください。そうですね。足が疲れないの？これふわふわして。ふわふわして、この靴、はい、クッションが柔らかそうね。そう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 。いくらぐらいするの？これは1万
あ、そんな高いんだ。そうですね、アグっていうブランドだから。なんていうブランド？アグ。アグ、あー、今流行してるのかな。そうですね、流行ってますね。原宿にもあるのかな。うんうんうん。あ、どうだろう、あると思う。なんか宣伝してるみたい。あ、ここで少しね、この上から、指の上から低くもすると、ほら、あの木が死んじゃうから外しちゃうんですよ。